趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。ご紹介の事例はこちらのニットです。セーターでございます。ウール 100% で、シミが3箇所あるというふうなことでお預かりしておりまして、クリーニングに出しても落ちないんだというふうに、普通でなんとかしてほしいとお預かりしております。どこにシミがあるかといいますと、これがですね非常に分かりづらいんですけども、こことここと、そしてここです。肉眼でですね、その意識して、色の段差を探そうというふうにしないとですね、なかなか見つけられないぐらいの薄い色の段差です。多分こう着ていてですね、他人にシミを指摘されるなんていうようなことがないというか、他人に気づかれないレベルかもしれないんですけども、他人が見て分からなければいいやということではなくて、シミっていうのはですね、自分自身気がついちゃうと、知ってしまうとですね、何かと気になってしまって、ついついそこに目がいっちゃってですね、見るたびに何かちょっと何とかしたいなというふうな気持ちになると思うんですよ。なので、綺麗にしていきたいと思います。非常にいいニットですね。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、セーターのシミ抜きが終わりました。前身頃、胸のところお腹にかけて3箇所ドット状の薄いシミがあったんですけども、もう全く分からなくなっております。シミは完全に消えております。ウール素材の質感や風合いはもちろんのこと、お色も全く問題ございません。これで何の問題もなく快適に着ていただけると思います。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。